被爆評価の結果、あらあらですけど出ましたので、ちょっと、お願いします。前提条件は火葬事故で 100% 放出しています。したがって、今カムスで 25% ですので、それと考えるならば、まあ、4分の1ぐらいの値を想定すればいいんですけども、いずれにせよ要素が支配的です。でこれ3時間後のデータですけども、3時間後で最大ポイントは、南南東の風2メーターで評価をいたしますと、最大ポイントは 2.2 キロ先、ちょうど敷地境界あたりで、5700ミリシーベルトです。5700で、これの4分の1だと考えると1600ミリシーベルトになります。要素です。要素で、その後この枠が、1000ミリシーベルトですので、250ミリシーベルト圏内がずっと相馬郡の方まで、3時間以内に広がっていくという評価になります。250ミリシーベルトが北の方に行くんだよね。そうです。ただし風がちょっと待ってるんで、今風少しデータを、連続して見てますけども、東風が試合的なのか西風の試合が試合的かによって全然状況変わってくるんですけども、ちょっと今のところ掌握できてません。すいません。ちょっと今の状況を刻々ととりあえず話を続けてください。官邸と、ごめん、今の絵で20キロってどこら辺になるの？はい、20キロはですね、縮尺、これが5キロです。ここが5キロです。10キロ、20キロ、ギリギリ20キロの範囲ぐらいです。で、20キロのところはどのぐらいの線量になるの？20キロのところが、これが線ですか、250。250ミリシーベルトです。250ミリパーアワーですか？ミリシーベルトパー、いや、アワーじゃなくて、積算線量で250ミリシーベルトです。でただしこれで3時間ですので、この後さらに時間が経過していくと線量もう少し増えていきます。